なんかです今日はですねまあ書評ということで「えー、部ソンのおすすめ」と。 いうね、この本の書評をしていきたいなというふうに思います。この本はですね、出たのがですね、もうちょっと前なんですね。2016年の12月なので、3年半前ですかね。3年半前に出版されたものになります。えー、そして、これを書いたね、まあ、池田潤さんとはですね、結構ね、前からの知り合いでですね、僕もこの本の、えーまあ、企画協力という形で、まあ、プロデュースというかね、まあ、そういう形で、この本のに制作に携わった本になります。で、ちょうどね、先日、まあ、この公文社っていう出版社から出てるんですけれども、まあ、この本 本はですね久々に増刷がかかりましたということであの連絡を受けてですねまあ、それを機にですねこの著者の池田純さんに、ね、連絡を取ってですね今度会おうみたいな話をしててまあ、そこからまたねコロナが起きたりとかしていろいろ時間かかって、えー、先日ね、えー、久々にお会いしたんですけれどもまあそれそれでですねこの本を思い出してやっぱこの本が意外とですい、ね、まあ、未だにこの本からの、ね、感想が来ることが多いなんていう。 話を聞いいいててですね、まあ、本当にになんか嬉ししとうう思やっぱ本っってそういうい力があるんですよね、うん、やっぱこの本のきっかけに買われた人っていうのはいっぱいいるんじゃないかなというふうに思ってるんでそもそもねこの本の企画ってどういうふうに立ったかっていうとまあ「武愛の勧め」みたいなね記事をですね確かにね池田潤さんが書いてたんですよでそれを見てじゃあそれ行こうよそれ本にしようよというふうに言ったのがねきっかけです。 で、まあ、俺の中で、その、まあ、自分自身がね、すごく不愛想だっていうのがあったんだけど、その、俺は不愛想で得してるなって自分ですごく思ってたわけ。うん、でも世の中の人って、なんかこう、不愛想がダメだみたいな感じで、なんか無理やり笑うとか、愛想笑いをしなきゃいけないみたいな、えー、風潮がなんかあるなっていうふうに思ってるんだけど、俺は全然そんなことないなと、不愛想だったから良かったなっていうのはあるわけ。もちろん、ネガティブな部分もあるかもしれないよ。例えば、じゃあ、慣れ慣れしくされないから、まあ、チャンスを逃してることもあるかもしれないけど、うん、でも別に、 俺の中ではなんか別にそれが、まあ、出会える人には俺は出会ってると思うしうまくいってる人とはうまくいってうまくいきたい人とはうまくいってるから、まあ、俺は全然ねそんなの気にしてないわけですけどもただ一方でねまあ本当に。 なんか人の目を気にしてる人たちがすごく多いなというふうに思ってるんですよね。やっぱこれって、やっぱりこう、SNS のせいなのかななんていう話もね、ちょうどね、池田潤さんとしてたわけですよ。で、彼は、まあこのね、本を出した時ってまだ20代だし、最初にね、彼が出した本っていうのが、あのね、デビュー作が、勉強の結果は机に向かう前に決まるっていうね、3、え、幕、ー、出版から出た本がですね、これは結構ベストセラーになったんですね。うん。だからその時彼はまだ24とか。 まあそれぐらいの、ね、年だったわけですけどもそんな彼もですね、今31になったと、ね、それ自身もそれ自体も、ね、僕自身なんかあそんな年月経ったのかなと思っちゃったんだけど、うん、彼も言ってたけど彼の,その年代ですら、まあ、その若い時から SNS があったわけじゃないとでも今の若い子たち20代の前半の子たちとかってやっぱ若い時から SNS とかあるからやっぱりこう人からどう見られてるのか人から認められたい、えー、みたいなっていうのがすごく強いとだからあるそれでねある時こう失敗とかしちゃうとそこから気 てしまううん、だから今すごく多,い多かったりとかするのは例えばじゃあ会社とかも何も言わないでいなくなってしまうとか,なんかそういう人が多いのもそういう傾向があるんじゃないのかななんていうのを2人で、えー、話したりとかね、えー、ちょっとしてたわけですけれどもでまあ俺は本当にねこの本にあると思うのでいりこの本っていうのはどういうふうにね書いたどういう構成であるかっていうとまず自分との付き合い方他人との付き合い方時間との付き合い方仕事との付き合い方夢との付き合い方そして最後ね7日間の「外装トレーニング」ってのなのがあるんですよね。 うんで本当にまあ俺自身はね最初不愛想っていうか愛想笑いとかをしなくてもいいないいんだろうなっていうのを確信したのが、まあ、これもね是非ね皆さんこの本と同時に聞いてほしいんだけどまあ俺ほとんど洋楽しか聴かないんだけどねでブルーハーツってねバンドがねいるわけですよでまあこれは80年代の日本のパンクバンドなんですけどもまあんだろうなまあ 日本のセックスピストルズまでは言わないけどまあこのセックスピストルズあるけどさでも言わないけどまあ俺の中ではやっぱその歌詞とかも含めてやっぱりブルーハーツって結構いいねバンドだと思うんですけどその彼らの「ロクデナシ」って曲があってその「ロクデナシ」っていう曲の歌詞の中で愛想笑いもね作れないみたいな。 愛想笑いも作れないと。別にそれでいいじゃんみたいな感じの歌詞があるんだけれども。うん、だから俺の中では、やっぱりそれを中学生ぐらいの時とかね、多分中1ぐらいの時に聞いたんだと思うんだけど、まあそれで、あ、そうだよなというふうに思ったのが、をすごく覚えてるわけですよ。だからそういうのもあって、この不愛想っていうね、えー、キーワードが俺は好きだったりとかします。うん、なので、えー、もしね、ほんと今これを見てて、その人間関係とかに、えー、苦しいとか、人の目がどうしても気になるとか。 ね、SNS とかでみんなが何をやってるかどうしても気になってしまうっていう人はこの「分愛想」の勧めを読むとねいいかなとそして部合想で「分愛想」でもういいと思えると人生意外と楽ですよ。 うん、本当に。まあ、これだけね、なんかね、俺、SNS とかも含めて、いろんな情報が流れてくる、この世の中って、えー、本当にね、人間の精神構造上良くない。俺とかは、まあ、はっきり言ってね、小さい時から無愛想で、そんなの関係ねえやなんて思ってるような、まあ、はっきりして他人からあんまりなんか言われても気にならないタイプ。だからいいけど、普通の人間はね、きっと、すごい気にしてると思気になるっちゃうんだと思うんですよ、そういうものを見ちゃうと。うん、だから、俺はおすすめするのは、そういうものを一切見ない。だから SN、SNS とかもやめちゃうっていうのも俺、手だと思いますよ。 本当に、あの人間関係とか人の目がやたら気になる人はね、うん。で、やめちまうっていうのも手だし、うん、それと同時にこの本があるようにね、別にあのみんなにいい顔する必要ないっていうことです。だからまあ、嫌われる勇気って本もね、まあ、すごく売れてますけれども、それもそういうのを反映してると思うんだよね。うん、だからぜひですね、えー、皆さんね、このブアイソンを買って、ブアイソントレーニングやって、ブアイソンになってもらえればなというふうに思います。うんでもなんか まあ最後にね、こう人の縁って不思議だなと、まあちょっと話ずれるかもしれないけど、なんか池田潤さんはやっぱり僕がね、最初やったセミナーなんですけど、もうほんと独立してすぐやったセミナーに来てくれた一人の人の一人なんですよ。で、それ出版塾みたいなのをね、原田翔太さんにプロデュースしてもらって、そこのセミナーやって、そこに来てくれた人って当にその後ベストセラー著者になった人結構いるんですね。で、そんな中でもなんか池田潤さんともね、より縁を感じるのは、なんかそのセミナーが2日間あったんだけど、その2日目にね、の スタバでね始まる前に俺はスタバでコーヒー飲んでたらたまたま隣にねこうう池田潤さんがいて。 そこでまたね、ちょっとお話ししたりとか、そしてそ彼はその出版塾に来てた編集者と一緒に最初のね、さっき言ったベストセラーを出したりとかっていう意味で、なんか人の縁とか、そういうのってね、やっぱ不思議だななんていうふうに思ってるんで、改めてね、このブアイソンのす,すめを、えー、皆さんに勧めたいなというふうに思ってます。で、当時同時にね、まあ、池田淳さんも YouTube もやってるし、ブログもやってるし、えー、ということでそちらの方もですね、ぜひ見てもらいたいなと。本当にもうね、えー、彼ほどね、若者とかね、その人に対して向かい合った人、 向かい続けた人って俺いないと思うぐらいあのすっごい真面目にねやってる人なんで、えー、ぜひですね勉強になるんじゃないかなというふうに思うしぜひこのねブアイソンおすすめ、えー、買ってくれると僕も嬉しいなと思いますということで今日はブアイソンおすすめの書評でしたでは、えー、また次回お会いしましょう